エリカと静かの人間関係。 ポッドキャストは人間関係について日々考えてしまう少女写真家の飯田エリカと親友の静香が人間関係の難しさとそれ以外に面白い漫画や映画、ドラマなどの作品についてお話しする番組です。エリカです。静香です。えっと、14回だ。14回か。<laughs> 収録の最後の方になってくると。うん。 頭が回らなくなってくそうだねもう眠いね眠くはない <laughs> そうだね私が昨日の夜中の2時にさ <laughs> 暴挙だよキーマカレー作ろうって思って作ったからさ、うん、眠いんだよねそりゃ眠いよねうんあのコストコのさ、うん、取引にく買ったんだけど、うんんかコストコにねいいか行きたいって、うん 何かいつえ好きなのよ私じゃなくて夫が好きなのよあそうなんだ多分ねんか連れてかれてさ一回も行ったことなかったから近くのコストコに一人でよく行ってたんだけど彼はあそうなのへえんか一緒に行ったらすごい何もかもでかい面白かったへえ行ってみたいあっそういう感じ スーパー,界のスーパー界のかりづらい <laughs> 行こうよ今度え行ってみたいんだよねなんかコストコってだってなんか会員になってないといけないんでしょ、うん、なったんじゃないだからいつの間にかだ,、ね、だってもさうちさ夫婦二人で子供一人でさそんな、うん、まあまあ今いいやだってあれ結構さ、うん、何人かその何なんか何家庭かで行ってさ、うん、分け合うもんじゃないの そあっそうなんだでもまあそんな友達いないからさそんなことはしないんですけどそれに伴う煩わしさとか考えたら別に一人分会費払いますけどはいはいはいでああそっかそっか人家族分ねえんかその会員い持ってる人の多分何人までとか決まってるよねいける人数のそうだよねでみんなでいて割るんだもんね めんどくさいじゃん。まあね。うん。でも行ったのよ。うん。全部大きくて面白かったんだけど、そのでっかいひき肉買ったら、なんか全部くっついて一つの塊になっちゃって、ひき肉パラパラのはずなのに、一塊になってて、なんかすげえでっけえ氷みたいなのが。そんなことになんだね。うん。冷凍庫の中で爆誕してて、しょうがないから一回全部溶かして、で、溶かしたこと忘れてて、寝ようって思ったら、 キッチンで溶けてるひき肉と目があって。やばいじゃん。もう今やるしかないじゃんってなって、うん、キーマカレー作った。<laughs> えっと、すごい量のキーマカレー作ったってこと全部じゃなくて、うん、途中まではね、頑張って小分けにしてしまってた。もう一回。小分けにして冷凍して。<laughs> でもなんかもう無理ってなって。その、だって多すぎるから小分けにするのもすごい数になるってことでしょそう、なんかもうよくわかんなくなっちゃって。<laughs> ひき肉に囲まれて。 夜中にうん2時過ぎにねかわいそうにかわいそうだよね、うん、本んにかわいそう <laughs> でもいいカレー作るってなってカレー作ったのまだ食べてないんだけど、はい、作るだけ作って帰ったら食べるいいねうんキーマーカレーあるんだいいでしょ帰ったらキーマーカレーあるって思ってると人生強いねそうそうだねすごいねそういうのあるねああ あるあるよそうそうそう。私帰ったら家でハムスター待ってるとかさ。ああ<ー>。帰ったら家にキーマーカレーあるとか。帰ったらこれあるってあんま思って帰ったことないな。ええー。ないしな、だいたい。別に作り置いたりとか。あ、新しい漫画読むぞとか。ああ。ああ。<笑><笑>ええー、家に帰るの楽しみにして帰ることないのあ,あんまないね。ああ<ー>、うん、そうなんだ。もともと家嫌いだったしね。 もう実家がね。え、でも、この家は君の城じゃん。うん、ここは別に、うん。帰ったら何しようって思いながら帰ったりしないの、うん、しない。言い切るじゃん。<laughs> <laughs> ないね、そういえば。え、帰ったら今日はもう、もうどんどんお風呂入るぞ、とか。ないないない。<laughs> じゃあやめよっか、この話。<laughs> そうだね、家楽しみにして帰るってあんまりないね、うん、なんか。うん。一人でいいの好きじゃないしね。 漫画は別にうん、うん、今日これ絶対読むぞってモチベーションでやるひと言意外とないなえなんか新刊出たから家帰ったらゆっくり読むぞみたいなで漫画一瞬で終わるじゃん終わるけど楽しみにして帰るんだよ <laughs> 意外とないなえじゃあ何楽しみにして生きてんの どういうこと <laughs> 家を楽しみにしてない。外の方が楽しみだから、ね。ああ、じゃあお出かけの予定楽しみにしておくとかね。そうそうそう。明日どこ行くぞそうそうみたいなここ。この日は誰と会ってとか、<ー>この日はこの仕事があってとか、うんうん、これやってみたいなの方がなんか自分のモチベーになってるから。うん、で人と会って帰るときは別にもう無なんだ。無だね。あ 終わったからやっとこれできるっていうのが、うん、多分家に楽しみをそんな見出してないから作ったらうんもう必要になったらまあ今はいいか別に何の話だっけ何の話 <laughs> そうだね、うん、だからなんかあん,あんま家で時間が多くても,、うん、も逆にやむねそんな楽しくないから家がね、うん、ゲームとかしないしね うんゲームはしてないね、うん、まあうん知恵って言えばなんかドラマ見たりとかはあるけどあー確かにでもドラマもねなんかこう見始めたら見ちゃうから、うん、一気に時間潰れるんだよねうんだからそうまとまった時間がある時じゃないと見づらいんだよねあ<ー>気になっちゃってさ気になっちゃうねなんかやるの嫌じゃんうんなんかあった最近最近はまだそんな見てないレンドライブな、うんだけ ドラマって見なくなったなあでも今見てるのは、うん、かそのリアルタイムでやってるから週に1回に更新されるから、うん、ああちょうどいいねそう向井くんを見てるあ向井くんってまだやってんだまだやってああと何回なんだろう今今何話なんだろうどこまでやるんだろうえ結構ね進んでるがっつり原作のところに来ちゃっててねうん追い越す 今8話まで来てるわ。そうだからちょっとオリジナルなんかお父さんとか出てきてなかったじゃん向井くんの。もう全部出てきてなかったね。お父さん出てきて、お父さんもやばくて。お父さんやばいの？なんかいいお父さんなんだけど、なんか悪気なく向井くんになんか結婚相手をなんかこう圧迫してくるみたいなムーブやっちゃってて、お母さんがなんかそういうそういうの良くないって言って怒っちゃって、お母さんすごい。 よくできたお母さ多分原作ってお母さんぞそんなふわっとした気がするんだけどなんかいるなぐらいな感じで結構ドラマだと存在感あって、うん、なんかあの妹夫婦の妹側になんかちゃんと話したらとかいいジャブとかしてたりとか、うん、なんかいいお母さんいい人なんだけど、うん、それでお父さんがそういうムーブするから怒っちゃって、うんうん、で お父さん、そのお母さんが怒っちゃったから、あわあわして、うん、なんか、夕食の時に、うん、なんか、すごい下手な綺麗だよ、お褒めするみたいな。<laughs> <laughs> 綺麗だよって言っとけばいいと思ってんな、えー、みたいななんかリアルだ、えー、あるよね <laughs> 今それじゃないみたいな。<laughs> でも、お父さんが多分そういう単身赴任から帰ってきて、うん、日みたいなのは、なんかすごい食卓が豪華だったのに、うん、その怒ってる時が、うん、そうめんだけわ <laughs> かるみたいな。<laughs> そうめんだ,っだけって、これが怒りのアピールじゃん。なんかえでもそう、えろくないそうめん茹でるのそうだね。茹でないよ、怒ったら。ないよ、そうめん茹でるのだって大変なんだよ、熱いし。うよう沸かすのだってめんどくせえんだよ。 なんかお母さん偉いなって思うけど、うん、なんかちゃんとその食卓の差みたいなのが演出されてて面白くて、うん、なんかその後ににんか元気君とその妹の旦那、うん、ん向井君の説明視点でしてないやど <laughs>、うん <laughs> <laughs> 一回言っちゃうけど、元気くんと、主人公の向井くんと、お父さんで、元気くんのお店で、お母さん怒っちゃってるから、飲み直すみたいなシーンがあって、男たちの会話の、男って、わかってないみたいな <laughs>、えー。え怒ってるのがわか、理由がわかってないの。 だから結局女の子と分からないみたいなふわっとした会話してて本当に解像度上がんないんだなみたいなのがまざまざと男サイドで会話で描かれてて逆に妹とお母さんの方のその頃みたいな2人のトーンだと女性あるあるな会話が展開されてて女性男性での見え方の。 い見えてるものの違いみたいなのがちゃんと出てて、うん、向井くんね結構今私は推しドラマなんですけど原作から好きだったけど原作も面白いよね向井くんぐらいになってくるとさ「ねむよこ」横が書いてるものの解像度の高さすごいじゃん。うん、こさ実家帰ってさ、うん 私こうなんかびっくりするぐらい持ってて短編集とかも忘れててこんなにあるんだと思ってとりあえず「午前3時」シリーズだけ持って帰ってきたんだけどで読み返したらさ「午前3時の放置た帯結構お花畑でびっくりした」主人公がえあのブラック企業で働いてるブラック企業で働いてパチンコのデザインみたいな ところで働いいててししょっちゅう午前ましてるみたいな会社で仮眠して、うん、そのまま会社出社みたいなうんうん、うん、そうだよね前なんかチラッと話してたよねそうそうそうなんか会社の人間関係みたいなのでチラッと話したよね、うんうん、でまあ大体それを読み返すとあ初期作なんかまあこんなぐらいだったんだぐらいのうん、うん、普通にあのブラック企業の中で その恋愛がモチベーションでなんとか働いてるみたいな感じの、うんうん、女の子女の子不倫気づかぬ間に不倫になってたけど、うん、別れたから付き合えた、うん、ちゃんちゃんみたいなえー、ええちゃんちゃんなの？ちゃんちゃんだったよえ終わったのその話無法地帯は終わって、うん、で午前三時シリーズ危険地帯っていうのに入って、うん、それは後輩のタマコってこの恋愛になってて、うん、そっちはそっちでまたなんか。うん ええ。へうん、めちゃくちゃな話だ。うん。うん。うん、なん、でも、なんかさ。ばれ、めっちゃ仕事して、めっちゃ恋愛もしてるみたいな人いるよね。いるか。うん、世の中。ああ、いるね。うん。うん。うん、なんかエネルギーすごいよね。あ、そうだよね。それがある種のモチベーション。ね。なんだよね。だから、なんか絶対デートしたいから。 うん、タイムアタックみたいなことしててタスクの。わーで大体なんかこうなんかトラブルが起きてズルズルズルズになってて、うん、頑張ったけど結局寝、ね、落ちちゃって、うん、デート行けなかったみたいな <laughs> とか絶対デートしたいからタイムアタックはでもちょっとかわいいねかわいいよね、うん、だからなんかかわいいんだよずっとかわいいんだけど、うん、その午前3時の。になってくとでもなんかそのらろに比べっぱ向井君すごいリアルだなっていう。うんうん リアル恋恋愛にな恋愛にと向井君って結構あれだっけ30超えてるみたいな感じだっけ、うん、感じで、うん、そう向井君のあらすじ全然いってなかった「えっと、<laughs> こっち向いてよ向井君」ってい漫画原作で今ドラマ化しててでねむよう子さんが書いてる漫画でなんかその10年前に付き合ってた彼女以来彼女いないんよ。 うん,向井くんでそのなんか元カノとのなんか「こ,<嘘> <laughs> こっち向いてよ向井君はネムヨウコによる日本の漫画作品「フィール・ヤング」にて2020年4月に連載中あこっちかい言うかあらすじ。うん 実家暮らしの会社員向井は、最後の元カノ美和子との失恋がきっかけで、10年間も未練を引きずっていた。<laughs> そんなある日、<laughs> 派遣社員の中谷に惹かれてしまう。あ、これ最初のね。うん、あらゆる勘違いをしていくじゃないですか。

ていうかずっと後輩といい感じだったのにただ後輩といい感じで、うん、でもなんかその後輩のなんだろそのアプローチがなんかスマートすぎて、うん、なんかその子は動揺してて、うん、そのオロオロとか、うん、なんか助け舟みたいなのをなんか向井くんに向いちゃってて、うん、なんかそれをまあ見事に勘違いしていくっていう、うんうん、困ってんじゃないか、うん、俺のこと好きなんじゃないかみたいなそうそうそうもう いいだよね。<laughs> いいってなって。で、なんかその、向井くんの妹夫婦の、うん、夫がお店やってて、うん、で、そのお店の常連の女の子と仲良くなるじゃん。うん、向井くんが。うん、なんだっけ、名前。なんだっけ。えっとね、さ、えっと、坂井戸さんあー、坂井戸さん。坂井戸さんは、 そういう向井くんのムーブを、向井くんが、こうこうこういうことがあって、うん、なんか、俺が悪いのかなみたいなことを坂井戸さんに言って、うん、いや、だってそれはさ、こうじゃないみたいなさ、うんうん、あの、答えをさ、うん、<laughs> 答え合わせを <laughs>、坂井戸さんによって、つどされるみたいな漫画じゃえ、うんね。結構気持ちいいんだよね、<laughs> そ,それがね。それが。うわーっていう。え <laughs>、向井くんの下の名前知ってたえ、知らない。向井くんは向井くんじゃ、うん、向井くんの下の名前、悟るらしいよ。 向井悟だったの、うん。悟ってないじゃんね何も。つら <laughs> <っ>向井悟が悟れるようになるまでの物語。<っ>悟れるようになってほしい。ドラマどこまで行くのかな、うん、まだ原作多分乗り越えちゃうから、<ー>ドラマなりの結論に行くんだと思うんだけど、うん、ね、うん、でもそ,それもあの私はテレビないんで、ね、Netflix の配信で追っかけてるんだけど、うんうん、配信されてるんで、うん、なんか。 だからそのドラマ内でもなんか答え合わせの描き方とかすごい上手でめっちゃ面白い、うん、面白いよね、うん、あの妹夫婦結構好きだったんだけどさ妹夫婦ね妹夫婦のなんかこう不動産屋に内見に行った時の違和感みたいなのめっちゃ、うん、めっちゃ分かるんだよねんかそう基本的に無視するの不動産屋は私のことを。 お金払わないからだと思うんだけど。契約するのは夫の方だから。うんうん、か名刺とかも渡さないし。はいはい。別にそれ、夫婦二人で行ったパターンだったらよかったけど、うんうん、子供連れてって子供を見てもらうために別の友達も一緒に連れてってて、その人が男だった、男友達だったら、うん、その人には名刺渡すの。そうなんだ一世帯一枚っていう考え方なのかもしれないけど、私はすごい無視されたなって思ったの。夫一枚、その男友達一枚。 みたいな。そうなんだ。名刺をね。へ<ぇ>ええー、家買う私たちなのにってなって。そうだよね。うん。なんかやだなって思ってたけど、キッチンの話だけやたらしてくれた。出たいまだにそんな感じなんですね。私だけが別に使うもんじゃないけど、みたいな。そうだよね。うん。でも、ね、その話をしてもね、分かってくれないの。音うん。えー、そんな感じだったみたいな感じなの。結構元気くんだよね。そう。結構元気なのよ。<laughs> え、全然気づかなかった、みたいな感じなの。結構、あの、そうだね。なんか、そんなとこ気にすんだね、みたいな。大変だね、みたいな感じなの。うぜえ。やばくないうぜえってちっ人の、人の音うぜえってちょとごめんなさい。悲しくなるよね。悲しくなるね、それは。やっぱ自分が無視されるとね、気づくんだよね。いや、そうだよね。でも、そのさ、妹はさ、なんかその、 元気が元気であってほしいのに結婚したことによってそこに旦那だからとか大黒柱だからとか家買わなきゃみたいなんかプレッシャーを感じててんかお店とかもそんなすごい順調ってわけじゃないのになんとかカツカツで回してんのになんか家無理して買わなくたっていいじゃんみたいな人とも働いてんで。 頑張るみたいなねんかんか異常にそのさ実家に溶け込んでるじゃん元気はあれすごい才能だと思うんだけどすごいね無邪気でねいいと思うんだよねいいよね大好きだしねその妻のことそうだねそれが彼の良さだったのに良さだったのにねあいつは燃やした方がいいと思ってるよ私はあの女ですかいや元気元気ね価値がなくなる急に切れる急に切れる いやそこはいいところだったのにね。ね。うん。ね。ね。その一番っていうね。でもんか意味わかんないみたいな感じだったよね。何言ってるかわかんないもんみたいな。何に怒ってるかわかんない。へぇーってなっちゃってたよね。へってなってたよね。なってたね。いや全然考えれてなかったよね。考えてって言われてんのにさなんかさ。 出てくる女の子たちさ、うん、みんな考えてって言ってるんだよね<ー>結構確かにね考えたらいいのにね嫌なのかな嫌なんじゃない,いやー考えたせいにつけつけられた自分がさ望んだものじゃなかった時が怖いんじゃない考えた上でのうん。自分の。考えてって言われて、うん、考えて 考えたせいに、うん、自,分自分のちっちゃいところとかに多分気づくわけじゃん。なんかこう思ってるからこうで、うんうん、こういう部分があるからこうでってね、うん、それを直視するのが怖いんじゃない。<laughs> ってかさ、うん、それやらないでさ、うん、生きてこれたのさ、羨 <laughs> 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 ましいわい。そうだよね。ってなっちゃうけど。うん 生きてこれちゃうんだよね生きてこれると思う人によってはそうなってんだよねこの世ね。うんちょっとこういやそれはめっちゃ思うそれ思うよねなんかさやっぱりその無視される経験とかさなんかないがしろにされる経験がどうしてもあるじゃんあるある女性ってもう病院行ってても思うなんかうんうん 乳がんにしろもともと子宮内膜症っていう病気で婦人科に行ってたんだけど、うん、なんかその病気も研究が全然進んでないわけですよ、うん、そのお金はかかってねえからはいはいはい女性の病気にないがしろにされてるからそうだよねなそうなんか婦人科系のそれこそさ、うん、妊娠の時にもっとなんか楽にできる研究とか、うん、海外いっぱいあるのにさ、うん、つわりとかねつわりとかね、うん 吐き気いよ好きな人はいないと思うんですけど特に苦手なの特に苦手で吐き気っていうものが私ほんと抗がん剤で一番怖かったんだけどなんとかそんなにもうんかあらゆる吐き気止めを処方してもらってるからなんとかもう絶対に嫌だってやっててそういう恐怖症みたいなのあるよね吐き気恐怖症みたいな吐くことが怖いみたいな多分それに近い結構ほんとギリギリまで我慢しちゃうしなんか うま,うまくそういうのにこうね、うん、まあ酒も飲まないしね酒飲むと履くのうまくなるね <laughs> そんなスキルはいらんけれども <laughs> いらんと思うんだけど <laughs>、うん、まあそれもあるから余計なんか遠いものとして履、うんうん、き慣れない履き、うん、なれないからしかもなんか基本的に割と体強く育ってきたから履、うん、くことがね、うん、なんかすごい風邪ひくとかもあんまなかったし、うん、だからなんか,だかもう 妊娠する予定はないですけどあるとしてもマジでつわりが怖いみたいなつわりもガチャだからねない人もいるしそうだよねでもそれがさ海外ではそれに対処できる医療あるんだと思ったらさつわりにお薬があるのかそうらしくちょっとちょっとふわっとしてマジでただ耐えろって感じだったよそうだよ脱水症状になりかけてたら点滴するけどみたいなそういうもんだと思ってたのそううい情報が入ってきたらさショックで ただ医療が遅れてるだけで、うん、しかもそれが国として力が入ってないから遅れてるだけで、うん、そ,っかやそうだよねがんに関してはその吐き気止めがいっぱいあるけどそう,そ,うそうだよねつわりとかそういう婦人科系にはちょっと進んでない部分があるってことだよね,ね、うんうん、なんか「うん、えっ、ー?」ってなるじゃんてなてなんか「愛」で開発してくんないかな 愛を持ってほしいよ。自分のことじゃないにしてもさ愛せる人に辛い思いをしてほしくないからっていう気持ちで研究してくれませんねお金かけてくれません国みたいな。てか子供がどうのとかしたいんだったらそこになぜお金をかけないみたいな。の 思いなんかそういうさ社会的にもいろんな構造的にもないがしろにされる経験をするからどうしても向き合うじゃんんか自分とかなんか考えること多いじゃん多い脳天気に生きられないじゃんそこまでえどうなんだろうねなのかねるでなの正さはあるよね正さはあるけど体差と正査だよね でも女性はどうしても気づく場面多いと思うなんかまあやられる母数が違うからね、うんうん、機会がね機会がね,ねそうそうだから、うん、なんか自然となんだろう不遇な人への想像力も働くし、うん、育ってくじゃん。うん、で割ともう周りにいる人がそういう人ばっかりだからさ、うん、この間さなんかそういう。うんうん まあ、もやっってる話したたに言ったけど、うん、<laughs> どれだ想像力の何か。ああ、想像力ね。<laughs> いや、想像力だよね。私がね、とある人にちょろっ,ちょっとした弱音をね、うん、ポンって吐、はいて、うんうん、まあなんか、まあ後から、なんか言う相手間違えたなとか、うん、なんか。 この人にそんな,なんか想像力のある答えを求めたのが、うん、まあ求めたつもりもないんだけどびっくりするぐらいあの、うん、寄り添えてない、うん、なんかゼロ点点みたいないなやマイナス100億点だよ<笑><笑>すごい返答がパンって返ってきちゃって LINE、うん、でやり取りしてて、ねうん、えなんか逆によくそんな人が悲しむことを、うん、気遣い ゼロフルスイングみたいなものを相手男なんですけど、うん、なんかできちゃうなって男友達なんですけどできちゃうなと思ってびっくりし,てくりしたもんびっくりして、うん、いらんびっくりだ前回びっくりした,とたこれいらんびっくり <laughs> したくないびっくりでこれびっくりして私もびっくりしたわそれは、うん、ショックを受けて、うん、どういうことってなって、うん。 その時さただでさ弱音吐いてるからさなんかメンタルブレイクしか情緒あんまよくない時だったからさ満月近かったんですよ満月,満月ってよくないんですよ情緒は不安定な時になんかボール投げちゃった私も悪いんだけど、うん、なんかまあ悪くないんだけど、うん、な<ん>か <laughs> <laughs> めちゃくちゃじゃん、うん、情緒情緒,情緒なんか なんかさそんなめちゃくちゃお客様対応っていうかそんなにものすごい100点の回答を求めたわけではなくて普通に会話したかったんだけどただ会話して気を紛らわせたかっただけなのでもなんかそんなマイナス点くるとさただ悲しくなるしかないみたいなすごいなんか投げつけられたみたいな感じだよね放り出されたみたいなそうそう放り出されたなみたいなそんな寄り添えないことあるみたいな感じのうん なんでそれしちゃうんだろうみたいな。うん、で、しかもなんか、それで、なん、なんとなくやり取りしてる中で、うん、なんか、無責任なことは言いたくなかった、みたいな。言い訳があって。あの、それも意味が分かんなくて。うん、責任を取る立場にはいないじゃん。ただの男友達なんだから。責任取ってもらおうと思ってないよってないじゃん。ね。うん すごい怒りなでもさ言うよねその適当なことは言えないから適当なことは言えないから何か何そのあの正しくありたいそうみたいなあのあとジャッジしようとするよねあうそう両方の意見聞いてないから分かんないけどとかいや両方の意見聞く必要ない私を肯定してください私の味方であれみたいなねそう なんんで真中に立ととうするの私があなたを頼って相談してるのに話を聞いてほしいって言ってるのに裁判官なの何なのって感じじゃんんで両方の話聞かないと分かんないけどまあお互い悪いとこあるんじゃないみたいなどれにでも言えるだろそれみたいなねなよかことをさされるとさ何ってなるじゃんそうなんだそうだったんだねって言えないのかなって思うよね でもこれめっちゃあるあるだよね久々にこれ受けちゃったってわかるやらかしたって思ってそうなんだよそれを繰り返して私たちはさその相談相手を選ぶっていうことをさそうだねするようになっちゃうするようになっちゃうね相談しなくなっちゃうここには相談しないみたいな逆に辛くなるからもやもやして終わるからもやもやしたわそうだねなんなんだろうねあれ だから、そうだよね。間違えたくないんだよね。うん、間違えたくないムーブ。間違えたくない。間違えたくないゆえに間違える。そう。間違えたくない。間違えなのそれ。<laughs> 間違えたくない気持ちが強すぎて、自分を守るってことだよね。うん、うん。ね。うん。自分が間違えたくないっていう気持ちが強すぎて、相手の気持ちは割と考えてない気がする。相手の気持ち何も見てない返答すぎて。うん。 多分な何によって私,をかな私が悲しくなったとか多分分かってないからね分かってないんだろうね最終的にも、うん、最終的にもそうだと思う、うん、怒,怒られちゃったから、うん、てか,なんか悲しんだらしいっていうのをさうん、うん、私はそういうなんか、ま、そう悲しいはちゃんと言おうってしてるから最近は、うん、えらい蓋をしないように、うん、蓋するとシャットアウトするから。 そうだね。小出しにしていこうね。小出しにしてギャってしたから、うん、なんかなんでそんな感じで言えちゃうのかわからんみたいなこと。うん、なんか言ったらなんかその悲しませたってことに対しては反省してたんだけど、うんうん、多分分かってない。根本的には分かってないよね。AI 入力みたいなもんだと思ってるよ。<laughs> この事例の時こう言ったら怒った。ったこれは良くない。ないい次からはしない。でもそれ根本が分かってないから絶対やらかすんだよね。<の>ま,たまた多分繰り返されるから、その事例も入力していくしかない。<laughs> で、こっちも入力して、こっちにはこういうこと言わないみたいなね。うん、もう頼らないみたいな。どんどん気持ちが離れてくるじゃん。ね。<laughs> ねもう、こういう。<laughs> こういうなんか会話をしようとは思わないようにしようってなっちゃうじゃん。もう深い話はしないと思うもんな。それでいいのって思うしその、どんどん離れていくよ。いいのみたいな気持ちになっちゃうしね。でも別に離れてることにも気づかないんだよ。気づかないね。あれもびっくりするよね。なんか、いざ、いや、もういいですよ、みたいな。ムーブされて初めて気づくもんね。え、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 何みたいな。どうしたみたいな。どうしたも、こうしたもねえわ。 <laughs> お別れになった時に初めて気づくみたいなのね、うん、のあるよねなんかそんなに我慢してたんだったら言ってくれればよかったのにみたいな出た,出た言ってるんよって、うん、聞こえてた聞こえてないのよってあるよね、うん、<laughs> 聞こえてないあるよね聞こえてないのに、うん、そんなに辛かっかそんなに嫌だったんだったら言ってよみたいなね、うん、言ってるわ言ってんだよね、うん、届い届かなくて悲しいねって話だよねうちらもね 届かないね。届かないよね。ええ着地終わりが <laughs> 向井君から向井君。向井ってもなんかやっぱそういう、うん、なんか本当に今向井君と、うん、あと映画のバービーは男の人が見たら居心地は悪いと思うんだけど、うん、なんかバービーは本当よくできてて。うん なんか別に置いいてかないのよ男性のことをうん、うん、あ,あくまでみんな生きやすくなるためには、うん、なんか今女性がどんだけ不遇な思いをしてるかみたいなことをなんかすごく分かりやすくしてくれてて、うん、でその「バービー」っていうアイコンへの使い方もすごい上手で、うん、それこそなんかなんだろう完璧じゃなくてもいいじゃんみたいなメッセージがあって人間だから結局愚かしいし、うん、なんか。 ダダメダメなとところとか、うん、それこその男の人の、うん、なんか女,女性をなんだろうがい,いて剣ってさバービーと剣ってさ、うん、バービー剣で売られててさ、うん、バービーありきで剣が存在してて、うん、アイデンティティィが危うい、うん、でもなんかその女の子を立てることだったり、うん、なんだろう 女の子がいることでなんか女の子ヒーローになることでアイデンティティを確立できるんじゃないかみたいなふうん、に思い込んでる男性像でもあるしあって、うん、剣という存在が。そ,それに対してもでもそれも本当はもう自分であればいいじゃんみたいなのをなんかちゃんと描いてくれてて。うんうん 全然置いてってないから途中居心地悪くても頑張って見切ってほしいんだけど居心地悪いって思う人はむしろ見た方がいいんじゃないそう見た方がいいんだよねあの多分普通に楽しむ人いると思う何も気づかず気づかずなんかそのストーリーとしての天や万やをただ楽しんじゃうみたいなそう綺麗だったねみたいな可愛かったねバーデーみたいなそれがことじゃないっていう それの居心地悪いっていうのは結構ヒントっていうか引っかかりなわけじゃん、ね、引っかかり必要だよね、うん、でもうなんか男性がよくやっちゃうムーブとかもさ、うん、どんどんバービーとか向井君とか随所に出てきててさ、うん、なんかそれのなんか有害な男性性みたいなのもちゃんと描いてて、うん、見たほうがいいよね見たい見てほしいうんそうだね 今男を間違えたくないゆえに間違える間違えるねそういうさその悲しいことを話し合うみたいな文化がないじゃんなんああい,いよねそうだよね、うん、それもあるからだよねなんかそそれをさ、うん、それってなんか、うん 女の人たちが多分、自然とやってって、なんか身につけてったお互いのなんかケアじゃん。うん。ね。うん。なんかその習慣普通にあるからさ、うん。普通にやろうとしちゃってさ、ことごとく失敗するんですけど。そうだね。あそうだ、無理だったんだ、みたいなね。わっ、みたいな。間違えたみたいな。でもなんかね、この前、ちらっとね、なんか夫が愚痴っぽいものをね、言わないんですよ、普段はね。あら。 言っ珍しいでもあ普通に聞いたのよいつもの普通の感じでそしたらんかんかんか最後に「愚痴」って「ごめん」みたいなのが来て「あごめんなんだ」と思って言っちゃいけない外に出しちゃいけないものだと思ってるから最後に「ごめんなんだ私たちありがとう」って言うじゃん「すっきりした」「聞いてくれてありがとう」って言うじゃんんかそこの違いもあんのかと思って「ごめん」と思ってるからんか言えた方がいいよねだからそれもさ その方がためない方がしんどいことあった聞いてね聞いてくれてありがとうすっきりみたいなねうんやったらいいよねどんどんそうだよね男の人も言ってもすっきりしないのかないやないだけだと思う場がそういうないなれないしだってちょっと男らしくないって言われそうじゃんぐちぐちするとかさあ弱みを見せるみたいなんかね男らしいってなんだよってむしろキュンとするけどね いやわかる私はどうぞそういうもうんか仕事とかも頑張ってて普段シャキシャキやっててんかちゃんとできてる人がんか弱ってるんかちょっと悲しくなっちゃってたりとかしょんぼりしてるのとかは大好物なんで見せたらいいと思っているいや見せてほしいよね興奮しますね それいいギャップだよ、ね。いいよね。それは見たいよね。そうだね。突然的危険な話。<laughs> だから大丈夫だよっていう話だよね。そうそういつも一生懸命頑張ってるんだから。そう。ちらっと弱,弱い面を見せたら<う>ところで。そう。何もマイナスなことはないし。だがやっぱそういうののさ会話を重ねていかないと、うん、そこに対しての想像力働かないよね。それうんそうだよね。自分がやってちょっと気持ちが軽くなった経験とかも。うんうん 積み重ねてねて、うん、そういうの積み重ねてるとさ何か、うん、あなんか言いたいだけなんだなってわかるじゃん、うん、だから私のボールとかもさ何か言いたいだけで適当にこうなんか相槌ちが欲しいんだろうなみたいなとかをさ、うん、わかるようになるじゃん、うん、そ,その経験がないからさそうだよねね、うん、分からなくてなんか変なね んかねボールになっちゃうんだろうね間違えたくないから気は使ってんだろうね一応気はね使ってるだろうし悪気もなかったんだろうと思うけどマイナス点だったので怒りました考えてほしい違うって言って違うのそうじゃないのっていうそうだねここれはでも長く付きき合っていいたからそねいうことだもんねそうだねそうだね いい友人関係を築きたいからこそね。そうそう,そう。それだと良くないからっていうのをね。うん、ちゃんと伝えてこうて。バービー見たのかな見てほしいな。バービー。大丈夫か見て。わ、うん、かるのかな <laughs> なんか全員にアンケート取りたいじゃん。<laughs> バービー見た男性に <laughs>。アンケートしてほしいね居心地は良かった、悪かったら。み 居心地ってでもアンケートってさ <laughs>、うん、ちょっと嘘つけちゃうじゃんあーそうね嘘つけそう <laughs> <laughs> そうえすごい本当、うん、男とはみたいな話しちゃったけど、うん、こういう時の男とはっていうのは、うん、あ自分どうなんだろうって思ってる人は大体大丈夫です、うん、大丈夫100割100割 <laughs> とんでもない数字の出し方してきた <laughs> 数字できない人の話数字はできない そうだね。きえそういうのしてたかもって思ってる人は大丈夫。大丈夫。じゃあ届かないじゃん。え、これ聞いてる人そうか。ずっとその問題があるんだよ。<laughs> なんか、バービーでさえさ、<laughs> うん、やっぱその、もう、もう、やばく、やばいっていうか、届かない人にはなんか本当届かなくて、うん、なんかすごいひどい映画だったりになっちゃってるから、うんうん、それが恐ろしいよね。えー、どうしたらいいんだろうね。あんなにクオリティ高くさ、うん、あんなにわかりやすくさ。うん いろんな要素をさ、うん、どちらからずらずにさ、うん、まとめ上げてさ、うん、しかも最終的には超人間参加なんですよ。うん、人間は素晴らしいってことを言ってて、そのままでいいってことね。うん、い生きてこうみたいな。うんうん、あ、なんめっちゃ前向きになれるの本当。なんかえみお一点すごい本当いいのがめっちゃ前向きになれる。うんうん、なんか人人形がモチーフなのも最後までいくと、うん、なんかもうあのケツ 結末が良すぎて、結末、執、えー、着、うん、行き着いてるところが。良すぎて、見ます、はい。見て、これ気になった人は、見てください。見てください。そして、感想を。想を <laughs> 教えてください。このなんかを。わあ、それ、あるある、わかるって人も、ぜひ。<laughs> <laughs> いいですかね。はい。私の愚痴みたいになりました。聞いてくれてありがとう。<laughs> 確かに。え、聞いてくれてありがとう、ポストキャストの最後にいいじゃん。確かに。言ってく。聞いてくれてありがとう。ありがとう。ありがとうございますじゃないの、ね、ライブみたい。じゃじゃん。<laughs> <laughs> ありがとうす最後の曲です。<laughs> 終わんないのかい。<laughs> タっ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 て流れ始める <laughs> 告知をしてください。 えっと何だっけちょっと <laughs> あクラファンクラファンですまだね10月いっぱいねはい中尾ゆかさんの写真展と写真集のクラウドファンディングしておりますちょっとぜひぜひお力を借りたいので,で限定のお返しもあるので気になった方10月29日まで10月は30まであるかなそのなんか最終日の1個前なんでねその産声さんのシステム的にだいたい <laughs> 10月30日11時59分まであすまません間違えました、はい、<laughs> 10月30日まで30日いっぱいでやっておりますのでぜひぜひ応援してくださると嬉しいですどんなのがあるのかなっていうのを見るだけでもぜひ見てみてください中尾さんがねなんかどう生きてきたかっていうのをこう生きてきてどう今どういうムーブなのか。 なんんていうかいいんだどういうだど <laughs> フェーズなのかっていうのを、うん、でなんかまあすごいあの大丈夫じゃない時も撮ってたし、うん、明るい時も撮ってたし、うん、いろんな時を撮っててすごい距離が近い時もあったし程よく撮なんかいろんないろんななんか人 として中尾さんが写っててなんかそれって誰かしらの何かに重なったりでそういう子がいろんなことを通して元気になって写真展まですることになったって、うん、超ハッピーなことなんで、うん、展示もぜひ見てほしいです来年だね来年ですはい、はい、聞いてくれてありがとうございました <laughs> 聞いてくれてありがとう,がとう <laughs> いいねこれいい それでは SNS の解散。解散